我こそはアレス。屈強なる戦いの神なり。それ以上近づくというならバラバラに引き裂いてやる。お前の取るに足らぬ体など俺の手で塵と消えるのだ。偉大なるアレスよ、私の名はフェニックス。あのテュポンを倒すため戦いの神であるあなたの協力を仰ぎに来たものよ。願いさえすれば鶏だ。哀れで間抜けな鶏肉だ。ゴギー。私アレスを探してるの。どこに。俺がそうだ。かつては屈強なる戦いの神、そして今は常にびくついてる羽の塊だ。本当に。こんな嘘つく意味があるか。すまん。 さあ、早くこのブザマな鳥を裁け。でもあなたはアレスでしょ。戦車に乗って真っ先に戦う神よね。スパルタの勝利は全部あなたのおかげなのに、あの有名なプライドはどこへ行ったの。あなたは破壊の化身なのよ。お前が破壊の化身だったら話は済んだのにな。もう誰も俺のことなんて気にしない。 屈強なるアレスが人の考えを気にするの？あなたはたくさんの戦いを勝ち抜いた。テュポンだって倒せるわ。今だって戦略とか戦術を考えたりしてるんでしょ。俺を見ろ。これじゃ剣も持てない。戦場で時の子をあげたって今朝かなんて笑われるだけだ。愛しいアフロディーテさえ一目見て俺を拒絶した。 でも私、アフロディーテを元の彼女に戻したの。まだチャンスはあると思うな。麗しい女神が鶏と恋に落ちるって、そんなバカな話があるか。バカな話ではない。聞いて、私の仲間、町の人たち、兄さん、みんながテュポンに呪われてしまったの。あなたの助けを必要としてる。泣き落としなら好きなだけやればいい。だが現実はこうだ。こんな動物に何ができる。
俺にはアフロディーテを取り戻せない。お前はニワトリすら傷つけられない。お前の兄は死んだも同然だ。そんな。さあ静かに泣かせてくれ。それもできないんだった。ニワトリは涙に思いを乗せるなどできないからな。永遠に封じ込めるだけだ、心の中に。アフロディーテに知らせに行こうかな。今なんと。所詮ニワトリなんでしょ。戦いの役には立たないって伝えるわ。エッセンスのことも忘れる。元の姿に戻ることはないみたいだし。ああ、そう言えばいい。エッセンスが俺を元に戻せるとしても、人間なんかが迷宮の中に入れるものか。無理だ、無理無理。ええ、そうする。ところで、これはほんの好奇心なんだけど、その迷宮の場所って。すぐそこだ、瓦礫に覆われてる。取り除くのは無理だ。あの大きな槍を使うのは。試してみよう。クマさん、手伝ってくれる？また都合よく大きな槍があったものだな。これでよしと。じゃ、行ってくる。ふん、ああ、死での旅だな。安らかに眠れ。ちょっと待て、今のお前じゃ見込みはない。だから俺の祝福でほんのちょっぴりだけ可能性を上げてやろう。まだ早い。私の息子はニワトリか。やっぱりな。あいつは生まれた時から期待外れだった。赤ん坊に見返りは期待できんからな。
この鎖は何を繋いでるの？迷宮の奥でフィニックスは鎖に繋がれた像を見つけた。それはヘカトンケイルのコットスにとてもよく似ている像だった。当ててやろう。100本の腕が決定的な証拠だな。アレスそのものだな。乱雑で危険。内装業者を呼ぼう。アレスの一体どこがそんなに気に入らないというんだ。私はもっと期待していたのだ。なのに戦いを始めれば抑えが効かんし、あいつに祈る者は皆見ていてイライラする。ゴミだって出したことがない。ヘラが3回も頼んだのにだぞ。私は許したがな、ジョークにするだけだ。彼がそういうことをするのは、いや最後のは覗いてたが、父親を感心させたいんじゃないか。真面目に向き合ってほしいんだろう。いや、あいつはその血に飢えた行動がどれだけ迷惑をかけているかなど考えもしない。全然成長しないのだ。模倣は最も誠実な追従の形だぞ。最も誠実な追従の形は、一人の時間を持てるよう世話役をさらってくることだ。ガニメデに聞いてみろ。いや、
が支配するぞ。俺の怒りを封じることはできん。Ha!
Thank you.
鎖が壊れると不気味な像は彼女の名前を呼んでいるように見えた。ようやく話が面白くなってきた。あの泥棒は何者だったの？どうしたらいいかアレスが知ってればいいけど、